ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者今日は2024年1月の14日日曜日です。今日は3冊シリーズの本の第3弾目であります。これが綾良浩二金丸さんの妻の口一度貼りたいガムテープという、この中のですね、今日は、第1章の頑張っていただきたいのその顔での中からお送りしたいと思います。その中の小項目が奥様も私もセレブとは無縁でございます。皆様のご声援のおかげで潜伏期間30年を出して早5年、これが2007年の2月9日にこの本が出されておりますから、そのような年のことであります。潜伏期間30年を出して早5年、誰も知らなかった君丸も最近ではそこそこの名の知れる人間になってしまいました。有名人といえばセレブ、セレブといえば有名で、有名人でございます。いわセレブセレブセレブにあらんずんば人にあらずといった雰囲気すらあります。セレブとはセレブリティの略なんだそうです。ご存知でしたか、奥様。セレブじゃないから知らないそうですか。確かに上から見ても、正面から見てもひっくり返してみてもとてもセレブには見えません。だったらご存じないのも仕方ありません。そう言われて怒らないでくださいね。バカにしているんじゃないんです。コケにしているんです。もともとセレブとは名士とか著名人、有名人といった意味なだそうです。それが日本でいつしか有名女優やスーパーモデルのことを指すようになって、さらにはお金持ちやブランド品で着飾った人を指すようになったのです。世は流れ、言葉も流れ、今ではこのセレブの意味も流れ流れて、猫も杓子もセレブセレブと大合唱です。ありましたよ、確かにあの時はね。まさに世の中セレブか下流社会の住人しかいなくなったような感すらありますが、本来の有名人という意味で言えば私もちょっとばかりセレブの仲間入りをしたかもしれません。これ決して自慢しているんじゃないんです。有名になというのも本当よしあしなんです。何しろそこらでタチションすることもできなくなるんですから。実はタチション弁は劣気とした犯罪軽犯罪法違反ですから、有名だろうが無名だろうがやってはいけないこと。ご主人ダメですよ、草木の肥料だなんて。酔っ払った勢いでその辺で用を足しちゃう。ちの子も聞いてみたいと思います。立ち食いそばを食べられなくなりました。とにかく最近はすごいのです。有名になるということはこういうことかと50を過ぎて私は初めて知りました。ほら歩いているあの人、テレビで見たことある、ほらほら、なんと浩二君丸でしょ、なんとか浩二歩いてる、ほらあれあの人、この間雑誌で見た、確か金太郎、水飲んでる、あ、君丸、立ち食いそば食ってる、あ、卵、頼んだ、あ、卵、崩した、ぐちゃぐちゃにして食ってる、君丸、汚ねえ、下品、そりゃまあ私だって、歩くし水も飲みます。それに私は綾野浩二君丸と言うんです。女子高校生皆様、どうせならちゃんと覚えてくださいね。それより何より私は立ち食いそばが大好きなんです。特に卵入りが好物なんです。いいでしょ、卵を崩して食べたって、あなたに何の迷惑もかけたと言うんですか。立ち食いそばは潜伏している頃の主食だったのです。昔は地方によく行きました。業界用語では営業と言いますが、私の場合地方の市民ホールや文化劇場といった舞台に呼ばれることはほとんどなく、キャバレークラブ
スナック、デパートの屋上、神社仏閣、遊園地に地元のお祭りと、ありとあらゆるところが仕事場でした。近場は自分の車で、遠いところへは電車で行きましたが、夜行に乗っていくこともよくありました。朝早く駅に着いたとき、私の憩いは一杯のかけそばでした。懐が少し温かいときは、そこに卵をつけると、つるっ、卵をつるっと落として食べるのが唯一の贅沢でした。一杯のかけそば、いや、思い出しますね。一杯のかけそばというのが、昔、流行りましたね。ありましたね。今でも地方によく行きますが、ホテルや旅館で豪華な食事を食べているとき、一杯のかけそばで十分だと思うことがよくあります。人間何を食べてもうまいと思うのは一瞬ですから、腹に入ってしまえば変わらないのです。そういう私の楽しみである立ち食いそばを食べて、何か文句ありますか？ほっといてください。これもそれもあれも有名になった証と心の片隅で感謝しているのは、本心です。でも、ちょっと不便なのも確か。何が一番不便かって、ネタ探しができなくなりました。潜伏期間中は、巣鴨や浅草に出没しては、中高年の皆様の生態を観察していました。でも今、そんなことをすると、あ、君丸だ、写真一枚。写真一緒に撮って、と奥様たちの黄色い声が飛んできます。もちろんとても嬉しいのですが、肝心のネタがなかなか集められないのです。いっそカツラを取って歩けばわからないか、てんてんてん、なんて思ったりもしますが、そこまでの勇気はありません。でも大丈夫です。あと数年もすれば、きっと私は、あの人は今、コーナーに出ているでしょう。つまり、ネタ集めに精を出す時間ができているのです。こんなことをいつも考えている私は、やっぱりセレブじゃないんでしょうね。猫に小判、中高年に携帯カメラというね、猫ちゃんが出たいと言ってます。はい、出てください。はい、これで出てください。猫ちゃんがストーブの前から出ていきました。猫に小判、中高年に携帯カメラ。今の時代、老いも若きも携帯電話を携帯しております。あっちでもこっちでも、あーだーこーだーのたまい、ピッピッピッと指を魔法のように操っております。まあそれはそれで時代の流れ、いたしかないのですが、あの携帯にはカメラもついているのでございます。朝6時の時計が打っております。皆様、日頃からカメラを携帯しているものだから、何か珍しいものを見るとすぐに腕を伸ばしてピッピッピッとシャッター、いえいえボタンを押す私も珍しいものの一つなのか、最近は本当によくカメラを向けられるようになりました。あれ、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 綾野浩二金丸じゃない、あ、ちょんまげしてる、あ、ゴキブリみたいなジャケットを着てる、やっぱりそうだ、金丸だ、金丸さん、ちょっと待って、これこれ、これ、これでちょっと撮らせて、と携帯を取り出します。そして、どうかこの思いを受け止めてくださいと言わんばかりに、まるで私に直訴でもしてくるかのように腕を伸ばします。そうかそうかであるか、ならば仕方がないと思わずこっちもその気になってしまいます。あっちでもこっちでも訴状ならぬ携帯を差し出して私に直訴を申し出ている。俺はそんな偉かったのかなんて勘違いしてしまいそうです。でもこの直訴ちょっと面倒でもあるんです。君丸さん、止まって止まって動かないで、そうそうそんな感じそんな感じと足を止めて足止めを食ってしまうからです。トイレに行きたい時なんか止まったものではありません。止まったから行きたいのに止まったままで行けないんですから実際の私もちょっとも偉くないのでそんな人々の要望を無視することもできず、ああこうですか、え違う、じゃあこんな感じですかと愛想よく応じなくてはいけない。ひどいケースになるとちょっと取ったものを取らせてくれる、何を、それそれその頭の毛カツラなんでしょうと言うんです。そんな恥ずかしいこと人前でできるわけないでしょう。カツラを脱ぐのは
パンツを脱ぐより恥ずかしいんです。カツラもパンツも脱ぐのは女房の前だけと心に決めているのです。でも若い人はまだいいんです。さっ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 ピッピッピッキャー金丸さんありがとうございますと一発で取り終わるので比較的短時間で簡単。女子高生に取り囲まれてもあっという間に撮影タイムが終了します。ところがこれが中高年になると勝手が違います。ちょっと金丸さんこれどうやるの、あれ変な画面になっちゃった、あ金丸さん動かないで動かないで、あーでもわかんない。一体私はどうすればいいんですか。早く撮ってよと思っているともういいわ金丸さん、私を撮って、私はあなたの専属カメラマンじゃございません。それにしてもこれじゃあ宝の持ち腐れです。猫に小判、豚に真珠、中高年に携帯カメラです。中高年にとってはデジカメだって似たようなものです。撮るまでの時間が長いのです。両腕を伸ばして画面を見ているかと思うと視線を泳がせて時々被写体である私を見るのです。なぜ私を見ても撮れませんよ。しばらくしてようやくピッピッカシャ、ピッピッカシャ、終わったかと思いきや、何やら画面をチェックしています。あ、金丸さん、なんか視線がいやらしい。もっと爽やかな顔を撮らせて。どうせ私はいやらしい顔です。あ、昔の現像するまでの、までは撮れているかいないのかわからなかったカメラが懐かしい。こうも私もやっぱり中高年なんでしょうね。と。が、綾小路金丸さん、妻の口。一度貼りたいガムテープだから送りました。まあ、高齢者から高齢者になる、光から高齢者になるためには、まあ、笑うというもね、笑うというのも、笑って喜ぶというのも起爆剤になると思います。今日も笑って、みやちゃんも参ります。ごきげんよう。